それではですね、久しぶりにスピリチュアル関係についてお話ししようかと思うんですけれども、私のチャンネルをですね、なんか見てる人っているのかなって、特にスピリチュアル関連についてですね、タイトルにやっぱなんか江原さん的な名前があるとか、そういうやつだけちょっと再生があるかなっていう感じですけども、普通になんか語ったのはなんかもう再生がゼロな感じでですね、普通の誰も見ないのに作る理由あるのかって、でですね、でそれで、私もこの霊的なことを分かるようになってから十数年経ってですね、それなりに本当に詳しくなってきてですね、まあ分かるレベルの人間と言っていいんじゃないかぐらいな、霊能者とか霊的なことが分かる人の芸能人っていうか霊能者を複数知ることになりましたね。年を重ねるほどにですね。で、まあ有名な江原さんと三輪明宏さんと、あと最近、この二人はいいんですけど、その後の霊能者の方をですね、 YouTube でなんか活動している方見つけたんですけど、昔テレビ出てた方でですね、でね、テレビで江原さんよりちょっと前にテレビ出てたと思うんですね。そう、結構テレビに出て、私も見たことあるんですよ、見たことあったんですよ、あったんですよテレビで。でその方が YouTube でやりだしてですね、でその方の動画を結構見てですね、まあ、分かるんだろうなっていう感じはあるんですよ。ただ見える具合がなんか私に似てるんですよね。はっきり江原さんみたいにはっきり見えるんじゃなくて、なんかもやって見えるってやつで、で私の場合は浄化してる霊はちゃんと見えるんですけども、それは見えるっていうか、まあ、見せる力があるんですね、霊の方から浄化してるっていうか、もう幽体も脱ぎ捨てて霊魂だけの霊界までに行っている方です。そういう方たちはまあ見せる力があるので、なんか、伝えてきたらその人の姿と考えとかもすっと伝わるんですけれども、波長が低いとですね、波長が低いというか、未聴覚の方とかですね、やっぱもわってる具合とかで、その YouTube で活躍してる方の、判断の仕方と同じぐらいな感じなんですね。まあ私の分かる具合ってまあそのぐらいですよってやつでですね。でその方のチャンネルをですね、結構見てもですね、でこんなのってもう言っていいのかなっていう感じになりますよね、今の時代。なんか急になんか法律厳しくなってきたんですよね。もう私のスピリチュアル系の消そうかなとか、全部消そうかなとか思ってるんですけど、やっぱ話が飛んじゃうんですよね。でその方ですね、 YouTube で活躍してる方あるんですね、いろいろ言ってるんですよ。で考えがなんか間違ってる感じがある。でその方についてるなんか守護霊的な人がですね、すごい有名な方で、なんかもう、っていう名前が言えないんですけれども、言うとなんか分かっちゃいます。すごい有名な方で、なんか歴史の本にとかにも載ってる、宮さんも載ってますけどね、宮その YouTube の方も載ってらっしゃるってやつ。でその人がですね、配信中にたまにいることがあって、でそれはその YouTube やってる方も自分でいるよって自分で言ってて、その通りいるんですよ。でそのまあそれを言うんだった、なんか いらっしゃいました、その方が、なんかすごい言ってる、なんでお前が言ってんだよみたいな、すいませんここはやめますね。でそうスピリチュアル、でね、江原さんとかも言ってる通り、そう話はもうここ進められなくなっちゃったっていう、そうこの方が来たからって、でこの方がなんか喋ってるっていうね、で、そのね配信してる方にですね、その守護霊の方がなんかね、その人に直接言えばいいのに、私のとこに来てですね、なんか今の活動をあまりしない方がいいみたいなことですね、忠告してるっていうか、もうやめた方がいいってやつをね、なんか言ってるけど信じない、やめないみたいな感じで本人が思ってるのか、
なんか、まあ、それを私にも本人に伝えてくれみたいな感じで、まあ、伝えました。サイトがあった、その人サイトを持ってたんで、そのサイトから書きました。だからそんなのありましたね。で、その人が言っていることなんですけれども、霊は見えるんですけれども、なんか何を思ってるかとかわからない。わかるのかな？ここなんかも言えなくついてくるんでね。で、ここなんですよね。あの 霊能者とか江原さんが言ってるやつで、霊が何を言っているのかっていうのかわかるのかっていうやつですね。で、私の今までの人生の中でですね、霊と話してきた中で、あの言葉を使うのは、言葉を、霊ってね、言葉を使わないんですよね。そう、江原さんも言ってますけど、それをどう解釈するかってやつの難しいってやつはですね、あるんですよ。あるんですね。それが昔江原さんがやってた、なんだっけ、江原さんと森久美子さんのお話してた番組でですね、森久美子さんも同じ霊が、江原さんと同じ霊が見えてですね、ゲストの芸能人の方のゲストの霊が見えていて、江原さんが詳しく説明、本人にゲストの方に詳しくこういう例がこういうことを言ってますって言ってて、それを詳しく説明していることに森久美子さんが、ああこういう解釈するのかって感動してたってやつ、あですね、本当そういうやつで解釈するんだってやつですね、言葉を使わずに伝えてくるってやつでね、それをですね、やっぱそこが難しいってやつですね、ちゃんと伝わる人っていうですね、でそれを言葉で伝えてくる例もいるんです。でもそう言葉で伝えてくるのは多分自然例の方なんじゃないかなとか思いますね。江原さんの毎年やってる予言とかもですね、あれを伝えてるのは自然例の方っていうやつですね。やっぱ言葉でするのは、自然霊なのかなってやつで。で、そのね、ですね、YouTube の活動してる方もですね、すごいもう、こういうことはこういうことだって、すごい言いまくってるんですけど、それが、間違ってる感じがあるんですよね、結構。私の統計上と江原さんと、私が、本物だなと思って、江原さん、私が本物だなと思ってるのは、やっぱ江原さんと愛想誠司さんだけなんですね。でそれ以外の人は、まあ、例は見えるんですけれども、解釈の仕方が違うっていうか、ちゃんとわからない人たちってやつで。で、やっぱ私の中で過去にも挙げたんですけど、愛想誠司さんとの出会いがものすごくてですね。で、それからも、エアさんもあまり興味がなくなったっていうか、私の霊的活動っていうかですね、いろいろやらなきゃいけないことが、クリア、やり終えないといけないことがあってですね、今回生まれてですね、今回生まれてからのですね、それがまあまあ、それをやり続けた数年ですね。で、数年前にアップロードした私の逆オーラの泉って言ったやつでですね、もう時もなんですけども、あの頃のなんかすごい嫌がらせしたりいたんですけど、今いなくなったのかなとかですね。ちょっとここ2、3年ものすごいことが起こりまくってですね。すごいものすごい嫌がらせする例をですね。高級例の方が助けてくれました。あれ、また話が飛んでますね。ちょっとまあそこだけ話していいですか。で、その高級霊の方はどこに行ったかっていうと、神社なんですよ。神社ってですね、神様のエネルギーはすごくわかるんですけど、私でもですね。ただ神様がいないっていうか、もう意思疎通できないよね。意思疎通できないですよねっていうそれ。やっぱ神様って、神様のその深海の場所とつながる場所、神社がですね、場所なんですけど、神様自体はいるのっていう、いる場所っていうのはやっぱ自然霊の神様の方ですよね。稲荷霊の神社はもうほとんどいらっしゃいますけど、恐ろしいとこは結構あるんで、稲荷霊の方ですね、本当見た目が恐ろしいんですよね。でも悪くない例なんですがね、とりあえず関わらない、あまり関わらないようにしてるんですけれども、昔ちょっと会ったこともあってですね、ちょっと会ったことがあってですね、
とりあえず稲荷神社はあんまり目を合わせないようにしたりとかですね。でそうそう、私でも見えるのはその神社ですね。神様が見えるって言ったら稲荷自然霊の神様祀られてるとこなんですけど、あのそういうところは本当、神社の真ん前にいますね。鳥居と鳥居の間と神社の建物の間、そのあたりですね、います。鳥居の前にもただ本当も怖いのが怖い方が多いのでですね、で話が本当飛びまくって何かわからないっていう、なんか話が飛ぶってやつなんかドリス・コリンズさんを思い出すんですけれども、私が本当に本物だと思ってるのが江原さんと愛想誠一さんで、やっぱしっくりくるものがあるっていうかですね、やっぱ愛想誠一さんを知ってからやっぱ江原さんもちょっとズレがあるなっていう、前も言ったんですけども、逆オーラーの泉作ったやつでも言ったんですけども、やっぱ解釈に近かったなんでしょうかね。で私が霊的なことを分かるようになってからですね、私が生まれる前の記憶とかも結構戻ってくるのがあってですね、生まれる前に考えてたこと、やっぱ生まれる前で霊界にいたじゃないですか。霊界側だからまあ分かるんですよね、いろんなことが。でそういう霊界で思ってた考えと愛想誠一さんのやつはですね、全くぴったりなんですよ、違和感なく。それが江原さんのやつでですね、ちょっとだけなんかズレがあるっていう、それがまあ自分で解釈しているのかなみたいな。で江原さんのしっくりくるのは、まあ一番しっくりくるのは昔に書いた本ばっかりですよね。昔の本はしっくりくるんですけれども、特にですね、江原さんの指導例の方が言ったことをそのまま本にしたっていう、なんていう本でしたっけ、スピリチュアルメッセージの1巻と2巻と3巻ありましたっけ、その本ですね、それはしっくりきたってやつで、来るんですけども、まあ知ってるし、これを読んでもみたいな感じに読んでた思うんですよ。でですね、こうやって喋って、いるとですね、いっぱい例が来てですね、言いづらくなっちゃう。これは言いづらい感じは、もう前にアップロードし、前の時と同じなんですけれども、数年前の時もですね。で、何を言いたい、なんかうるさいな、みたいな。言っていいことと悪いことがあるのか、みたいなですね。その霊的法則でなのか、みたいなですね。めんどくさいから、と突きすことになるんだろう、みたいな。言っていいことと悪いこと、みたいな。で、それでですね、三輪明宏さんには前も言ったんですけども、考えがもっとね、もっとですね、例の思っていることは分かっているのもある、伝わっているのもあると思うんですけれども、こういうことはこういうことだからっていう、なんか私の生き方の、宮さんの生き方の、なんていうんですかね、スピリチュアル法則みたいな、ミワさんバージョンの。あれがですね、間違ってるのが多いっていうですね、間違ってるっていうか、霊的法則ではない、やっぱ仏教的な考えなんですよね。仏教を言っているってやつで、仏教が前も言ったんですけれども、深海よりも下っていうやつでですね、本当の浄化工場をやる段階になるとですね、その仏教の考えではいけないっていうことで、アクションが起こりますよってやつがあるんですよ。で宮さんの本を信じてるとですね、まあそれよりも浄化工場もさせようと守護霊の方とか霊的団体が思ってる場合は、そのやり方は宮さんのその仏教の考えは違うぞってやつをね、分からせるためにちょっと痛い目あったりするんでしょうね、することがあるんでしょうね。そういうことになるので、そう、霊能者は霊が分かるっていう方でも、霊が分かるっていう方でも本当のことを分かっていないレベルの方たちが結構いるっていうですね、その有名な方たちでもありません、ね、その方たちはちゃんと霊が見えてるんですよ。その方たちはちゃんと霊がいるのか分かっている、で分かっているけれども何を言ってるかは分からないって、でなんかこの言い方あれですね、ちょっと丹波哲郎さんを思い出して、丹波哲郎さんですね、私なんか会ったことあるんですよね。いや生きてる時じゃないんです、死んでる時っていうか生まれる前なのか、ちょっとなんか丹波哲郎さん来たんですよね、丹波哲郎さんの番組を見てたら、おお、なんか懐かしいけど、まあそんなにもうコミュル
感じじゃないわってやつでするったんですけど、失礼ですね。うん、なんか前世で会ってたんでしょうかね。でですね、気になるってやつの、でオーラですよね。ミヤさん、そう、私オーラがですね、もう色でわかるんじゃなくて霊的エネルギーでわかるってやつで、ミヤさんはですね、黄色ですよね。黄色が強いっていう、私も結構黄色強かったんですけども、霊的なことがわかる前はですね、ただなんかもう霊的なことがわかるようになってっていうかですね、自分っていうのもですけど、霊能者オーラのピンク色みたいな、よくわからない、霊来る霊によって色が変わるバージョンですね。私は特に色を持っていないっていう、いる霊の色がものすごく広がるってやつもですね、私のはですね、まあ自己紹介してみましたっていう。で、霊能者っているのかなってやつ、霊能者はやっぱ霊対応なんじゃないですかね。で、私が今回生まれた理由はですね、やっぱ霊的に問題があるのは結構あったんですよね。私の人生とかいう問題ある状態の魂、心になっている霊がいっぱい結構いてですね、過去の関わりの中でその霊の対処の仕方とか対処のために今回生まれてきたってやつで、でまあそれがまあまあ、終わったような、あと嫌がらせ、あそうだ、嫌がらせしてる霊についてはですね、神社で、高級霊の方に対応して、高級霊の方が対応してくれたっていうですね、結構大きくてすごく有名な、有名っていうかですね、人にも知られてないんですけど、すごく、いい神社でですね、もうそこら辺にあるような神社じゃない神社でですね、なんかある日、ブラッとなんか私の指導霊的な存在に向かわせられたんですかね。行くと高級霊の方がいてですね、やっぱ神社って払い戸神社あるじゃないですか、神社の中で、あそこはですね、言いますよね、自然霊じゃなくて人霊だと思うんです、の方だと思うんですけど、高級霊の方がいるところが結構あってですね、なんか怖い霊もいたことがあったんですけど、一番初めの神社じゃちょっと怖い霊の方がいたような、逆にちょっと怖い思い、その後少ししたような感じあるんですけども、その次の神社でですね、その一番初めをそういう扱いするのかみたいな感じでちょっと煽られてるみたいな感じもあるんですけども、でそのまあ、まあ良くなったのかな、良くなったもあるような、ただずっと煽られていらっしゃるっていう、で、そうですね、でその次の神社はですね、本当に、そう、一番初めはやっぱちょっと自然霊の方もいたような感じがですねあって、ちょっと自然霊の方バトルが好きっていうですね、逆に揉めちゃったかもみたいな、めちゃくちゃなことになってたのがあってですね、でその二つ目の神社でですね、見つけたっていうか行った神社でですね、高級霊の、人がいてですね、ここは女の方なんですけど、まあね、 YouTube の方がなんか神社行って巫女さんがいるって言ったのがあったんですね、動画で神様が怒っていて、その目の前で巫女さんがいるっていうやつの、そんな、私のとこの神社でもいたんですけど、っていうかあの YouTube の方のですね、神様が怒ってるって言ってたやつ、神様は怒ってないと思うんですけどね、あれ、あそこのやつので、神様はそんな人のねやってることにいちいち、関わるのもあるか、怒るレベルはならないですよね、神様ってね、ですよね。まずコミュニケーション取れないですかね、神様って。で、こう、巫女さんがいるっていうのは、まあ、そうでしょうね。で、巫女さんのエネルギー、高級霊だったんですよ、その動画の中でも。で、私がいた神社でもですね、鳥居の近くに巫女さんがいてですね、ただこの神社も神社の中でちょっと、
揉め事があってですね、神社にいる霊の対処に困ったのかなんか、神様の中の対処に困ってたのがあったってやつで、私がその対処をするために行ったっていうのもあるんですが、最終的にそれは、解決になったかな、結構解決になったかな、解決になったかなってやつになったんですけども、あとついでにですね、私としては私にいるめちゃくちゃなんか嫌がらせしてくる霊をですね、なんとかしてほしいってやつで、こんな高級霊の方がいるんだからってやつですね、めっちゃお願いしたんですよね。まあ、一時的にね、除霊はできる、していただけるっていうか、除霊でできる場所があってですね、そこで2点ぐらいのことをしたら、霊は離れるんですけども、また家帰ったらいるし、みたいな。家帰ったらっていうか、もう家帰る途中で来るし、みたいなですね。めっちゃの、で、その、巫女さん、私がいたところの高級霊ですね。高級霊の方がずっと一日中来て、私にいたこともあるんですよ。で、私にいる霊の中のですね、嫌がせするみたいなのをですね、2、3いなくさせてくれたのはあったんですけれども、まだ残ってる、もうものすごい辛いのを、なんとかしてほしいってやつを思ってたんですけども、それはしてくれないんだってか、できないです。できないみたいな感じで思っていてですね、私の中にいる指導霊的な存在たちも、なんだろう。で、その高級霊の方にやってもらうことじゃないみたいな感じで、じゃあ結局私ずっと嫌がらせされ続けるのみたいなですね。そんなあってですね。で、それが三つ目に行った神社でですね。そう。これ先月ぐらいなんですけども、今度は男性の方の高級霊がいてですね。その神社はですね、なんか、複数神社があるところで結構大きい方ですよ。小さい神社とかですね、あるところちょっとやばい例が結構いるんで、あまり行かない方がいいんですけども、それも言うと失礼ですね。怒って、そういうことを言うからなんか嫌がらせする。そう、私にですね、嫌がらせするっていうか、ダメージを与えるのがですね、やっぱ自然霊の方が多いっていうやつ。人霊っていうか自然霊の方。と、まあ人霊ですね。だから私がこうやって言い続けるからってですね。でも私たちはそう、前世とかでね、分かってたんですよね、霊的なことがある程度。で、前世でも言いまくってなんか怒らしちゃったんですよね、霊をですね。で、今でもなんか嫌がらせしてたってやつの。で、除霊とか言いますけど、まあ除霊を、霊をいなくさせても霊の心は変わらないっていうやつね。霊をいなくさせて自分だけマシになっても、その霊はその心のままでいる。霊がそういうことを、そういう心になったのは原因があるから、原因は何かというと、まあ、相手が何か言ったりやったりしたことなんですよね。嫌な思いをした。今よ、嫌な思いをしたからずっとそういう心で怒っている。そういう心になっている霊を除霊していなくさせても、その心は変わらないって、その心を何とかしなきゃいけないってやつね。で、まあこれですよね。多くの江原さんとかも言ってる除霊と除霊の違いってやつのですね。条例が難しいってやつの。で、やっぱ人の場合はね、ですね、結構イージーっていうか、まあ、考えをですね、言えば、結構考え、イージー、そうですね、まあ、自然霊にとか比べたらですよ、イージーって。で、私のですね、嫌がらせしているのがなぜ、何かっていうとですね、自然霊とかいうか、サタン系なんですよね。めっちゃ悪魔みたいな、もうリアル悪魔ですよ。そんなの いたのって思って、いましたね。いました。そう、元からいました。で、大変っていう、そういう悪魔はですね、そういう、人的な考えを受け入れないとかであってですね、どうすることもできず怒り続けてるだけって、怒り続けてるだけになっちゃってるって。で、これがエクソシストなんですよね。で、私がなんかエクソシスト前世でやってたのか、前もこの動画なんか作りましたけど、作ろうと思ったけど消した気がするんですけれども、私がエクソシストって何か知ってますかってやつの。エクソシストはあのですね、怖い霊のことを言うのではなくて、怖い霊を払う人のことですよね。
ある人のことをエクソシストと言います。で、私がそういう調子に乗ってたのかもしれませんでね、払えるとかだで調子に乗って怒らせたのかもしれないですね。めっちゃ自己語りなだけですね、このスピリチュアル。まあで、こういうやつはですね、江原さんとか言わないんですよ。詳しいやつは本当読んでも意味あるのみたいなですね、なんかもう魔法とかなんか、スピリチュアルは魔法じゃないとか言ってるのに、なんかそういう魔法的な本ばっかり出すじゃないですか。もう最近のは読んでないですけどね、本人がスピリチュアルは魔法じゃないって言ってね、そういう本ばっかり出すのは何でしょうね。やっぱ芸能人になりたがっているのでしょうか。とか言うと、ここを言うとまた燃えあるんですよね。あと、時代的にも言えなくなっちゃうっていう。